えー、11月に入りましたけれども、あのー、まあ、10月の21日に、僕、高橋優、あのー、2年ぶりとなるアルバムをリリースさせていただいたことによるキャンペーンを、まあ、あの、つい先日まで、結構過密にやらせていただいたんですよ。ありがたいことに。 で、もう、例えば、渋谷のあの、スクランブル交差点に大きな看板を出していただいたりとか、タワーレコードさん、渋谷のタワーレコードさんの2階には、タワーカフェっていうのがあるんですけど、まあ、そこに、こう、高橋優カフェみたいな風にしてくれて、もう、お店中、僕の曲が流れて、僕のなんかポスターとかバナーとかたくさん貼ってくれたりとか、グッズ売ってくれたりとか、もう本当に、いろんなところで曲もかけていただいて、 で、僕もこう、ラジオだったりテレビだったりにご出演させていただいてね。先、先月なんていうのは、オールナイト日本えー、ゼロですか。私、久しぶりに出させていただいたりなんかし本当にありがたい中でも、まあ、その、自分の時間を大切にしたいっていうのも、まあ、一方であってね。あの、キャンペーン中のその自分の唯一の、えー、憩いの時間っていうのが、まあ、映画を見ることだったんですけど、僕、あの、テネット。っていう映画。 ま、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんし、ええー、初めて聞いた方もいらっしゃるかもしれないですけども、ちょっとごめんなさいね。一瞬だけ僕の映画好きトークをさせていますけれども、クリストファー・ノーランという監督が作られた最新作でございまして、ね、あの、インセプションだったり、あの、バットマンシリーズのダークナイトだったりとか、あの、メメントなんていうね、あの、こう、10分おきに記憶が前に戻っていくとい、ちょっとこう、パズルみたいな映画を作ったりするね。まあ、ちょっと難しい映画を作る方なんですけれども、 あの、本当に人の注目。まあ、映画好きからもう目が離せないと言われている監督の映画なんです。で、まあ、例に漏れず映画好きの私、高橋、大好きなんですよ。クリストファー・ノーランの映画が。で、テネット公開になりましたと。まあ、でも自分のキャンペーンもあるけれども、こればっかりどうしても見に行かなくちゃいけないということで、もう、本当に、ね、寝る間も惜しいんで見に行かせていただきました。一回。それ、まあまあ難しい映画で、あのー、時間が逆行する映画なんですよ。 あの、タイムスリップ的なことがちょっと起こってするんですけれども、あのね、後々こうちょっといろんなの調べたら、そのクリストファー・ノーラン監督は、えー、この映画があまり流行らなくなってきたこのご時世の中で、映画に人が見に行くという時代を逆行させたいと。逆行で演じたいと。世界に。だからわざと分かりざる、ちょっと分かりざるく何回に映画を作ることで、もう一回みんな映画館に戻っていくと。それで結果映画館に人がたくさん来る景色を、またこの世の中に、 作り出したいっていう、ロマンたっぷりなことを考えられて、そのテネットというのを作られたっていうのをなんかの記事で読んで、うわ、かっこいいなと。それは俺を見に行くこ,ことで、3回見に行ったんですよ。俺、テネット。 ま、あ確かに一回見ただけじゃちょっと難しい映画なんだけど、僕なりに考察をして、で、まだ上映中だから内容の話はしないでおきたいんですけれども、もし、えウゆうさんここはどうですかどういうことですかってわかんないとかあったら俺に聞いてください。街で俺を見かけたら俺何でもテネットの答え、答えられるぐらいもう答え出てますから。そう。で、スタッフも見に行ったりとかね、いう話とかもして、この、えーサンキュ・フォー・ザ・ミュージック、今夜限りの特別な生放送でね、あと言いながら、このなもう何回もやらせてもらってありがたいんですけれども、そのスタッフの アンキーザミュージッックののスタッフを見に行ったりしてその後でユーさん、ここどうででですすかかかっっててて聞いてくれたたりなんかしてね楽しね楽その、クリストファー・ノーラン監督の話をもうちょっとだけさせてもらえるとね、まあ、例えばテネットの映画の中で言うと、飛行機が、あの、建物にバーンってぶつかるシーンがあるんですけど、それも全部 CG とかじゃなくて、本当の飛行機を、本当の建物にぶつけるっていう、とんでもない撮影の方向を撮ってるわけ。すごい莫大なね、金、 費用とかね、労力がつあの使われてるんですけども、あの、さらに、音と音、音,音響、うん音、音と音響、まず音とっつっちゃったけど、<laughs> 音響の方もすごいこだわってる。あのー、例えばダークナイトの中だったら、あの、ジョーカーっていうね、あの、悪役が出てくるんですよ、バットマンに対しての。そういう悪役が出てくると、見る人、映画を見てる人たちにとって、 不安を煽る音っていうのがあるんですよ。無限音階って言うんですけど、その無限音階の音で、えー、BGM を奏でることによって、なんかこう、うわーってこうなんかね、音がだんだん上がっていってるような感じに聞こえる音なんだけれども、上がっていってるかと思いきや元の音、音程に戻ってるっていうね、その、そう、だから無限の音階で無限音階って言ってぐる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 してるんだけど、人ってそういう音を聞くと不安に思うんですって。で、 ま、それが各映画のダンケルクとかにも使われてたりとか、ダンケルクっていう映画もあるんだけどね、そういう映画に使われてると。不安を煽る音。それがね、もう、クリストファー・ノーラン好きからすると、もはや不安を煽るっていうか、たまらない音になるわけですよ。なんだったら、テネット見に行くときも、もう、不安を煽られたくて言ってる部分はあるわけですよ。もう僕から、するとね。 も,も、もはや不安を煽られていないな、俺ってなって。で、あの、ちょっと思い出したんですよ。サンキューフォーザミュージックの中で喋ったんだと思うんですけど、あの、世の中的には、えー、愛の不時着とかが、 流行語大賞になっていたりとかね、えー、っと、ノミネートされてたりとかね、えー、半沢直樹が流行ってるとかっていう中で僕はもうちょっと大変ね、恐縮ながらどちらも見ておりませんみたいな。そんな中で僕が見ていたのはジオンっていう、あの、ネットフリックスでやっ,やってたジオンのドラマね。それをにハマってるんだけど、周りにハマってる人がいないと。僕はもうホラーも好きなんですよ。で、 最近気づいたんですよ。その、クリストファー・ノーランが奏でてくれる、えー、無限音階を聞いても僕は不安にならなくなってしまって、もうむしろそれを求めに行ってるし、あの、秀逸なホラー映画を見に行って、怖いものが出れば出るほど喜ぶ自分になって,て、完全に麻痺してしまってると。ホラーとかそういうものに対して。 で、まあ、無限音階の話ですよと、まあ、僕は一応音楽をやらせてもらう一応じゃねえわ、音楽やらせてもらっててね。<laughs> <laughs> 音に携わらせてもらっている人間として、不安を感じる音ってあるかなっていう素朴な疑問に、最近一個落ちったんですよ。うん。探しても、まあ、見当たらないんですよ。なんだったらよくライブとかで、 マイクハウル、ハウル音とか聞いたことないみんなキーンとかいう音あるでしょあれ、PA の方が、音響に携わる方々からするとかなり、あの、辛い音だから嫌だって言うんだけど、僕もうあれですらライブ好きだから、まあもうライブにつきものって感じで嫌じゃないんですよ。俺もう無敵かもと思って。もう不安な音全然なくなってるなっていう気持ちになったわけ。でね、ちょっと話が飛ぶようなんだけれども、この間僕ちょっと秋田帰ったんですよ。地元の秋田県に。 まあ、ほんとちょっと野暮用だったんですけども。野暮用とはいえ、かなり久しぶりに地元に帰れたんですよ。仕事とかじゃないくでね、一泊だけの弾丸だったんだけども。で、その時に、久しぶりに親とも会えて、まあ、実家に帰れて。で、僕んち、あのー、最近建て替えたんですよ。うん。前までの家を完全に保、保護して、あのー、新しい家を建てたんですけど、まあ、その新しい家を建てた、最たる理由が、 もう、めちゃめちゃ古くてね。まあ、耐震構造とかももうダメなんて、本当に昔から建てて蓄築年数なんてもう何、何十年って家だったからね。建て替えるべきくして建て替えてるんだけども、まあ、虫がものすごい出る家だったの、前まで。その、建て替える前ね。まあ、3年前ぐらいに建て替えたんだけど。僕が小学校の時に、あの、靴下履いて学校行こうと思って靴下履いたら中に蜂入ってたりとか。<laughs> で、刺されて、も大変だった。<laughs> そう。とか、あの、服着て、あの、学校行って、なんか、胸ポケットの中見たら、あの、ミの抜け殻入ってたりとか、<laughs> なんでこんなことになるみたい。まあ、外で干したりとかすると、やっぱセミの抜け殻入ったりすることもあるのかなねえわよな、普通はな。あるのよ、でも俺んちでは。あったのよ。そう。とか、<laughs> いや、誰か入れてて、誰も入れてないよ。一緒や、今、金子が誰か入れてたんだろうって俺の耳元で言うんだけど、そんなにいじめられる子じゃなかったよ、俺。 多少いじめられた時期もあったけど、セミの抜け殻入れるいじめってなんだよ。多分セミが入れたんだよ。そこで抜け殻、そこで、だから成長したんだろう。セミは。わかんないけど。で、まあその、抜けがあったりとか。まあその、あとオ、オレンジですごいよく出てたのが、あのコオロギね。ちっちゃいコオロギがめちゃめちゃ出て。でもなんでかうちの地域の人たち、あのコオロギを神様って呼ぶ文化があったのよ。 謎に。で、多分、あの、神社があるんですけど、俺の近くに。その神社によくコオロギいっぱい出てたと、昔から。だから多分、神の使いだみたいなこと言ったやつがいたんだと思うのよ。多分、昔の人で。そのせいでコオロギのこと神様っていう人がいたりとか、俺その文化もあんまり好きじゃなかったの。なんでコオロギのこと神様って言わなきゃいけないんだ、みたいな。<laughs> で、あの、だから僕、虫強いんですよ。あの、東京とかでみんなゴキブリ怖いとか言うでしょ。 そうゴキブリっていう言葉もう聞きたくないから G って呼んでくれとか言う人とかいるじゃん。俺全然平気なのゴキブリとか、マジで。飯、これ間でもご飯、あの、なんかスタッフとかでご飯か食べてる時にたまたまそのお店の壁にゴキブリ出て。でもそしたらもう他のそのスタッフの人たち、もう席変えようってすぐ、店員さんに言おようみたいな。で、店員さんも焦って、あの、一品無料でお、お、差し出しますみたいなこと言ってくれるぐらい。まあ、G 様々だよね。その G、そんなにみたいな。俺全然大丈夫よみたいな。 手で取って捨ててあげようかってくらい大丈夫。ま、あそれはだから俺は虫がよく出る家に育ったからなんだけれども、唯一僕今でも、どうしても好きになれない虫がいるの。それはカメムシあのー、要は、まあ、老いにお放つ虫なんですよね。<laughs> くせんだよ、カメムシって。で、まあさっきの話で言うとさ、まあ僕が洗濯物を着て学校に行くで学校に行って、 で、あのー、普通に授業を受けてる最中に、僕がちょっとこう、ちょっとこう、座り直した瞬間に、はぁってこうなんか匂いが、で、あのー、教室中にその匂いがまず広まるわけ。で、まあ、地域なもんだから、みんなカメムシ嫌いなわけよ。みんな大体いい古い家にはカメムシ出るのうちの地域の方はね。だから、授業中にもかかわらず先生カメムシの匂いしますっていうやつがいるわけよ。<laughs> だ授業ストップすんのよ、まず一回。先生も嫌だから。え、本当なんつって。 え、どこどこってさ、探してもらう、あ、ちゃんともうね、駆除しないとみたいな感じになって、みんな、っって書いて、ど、どこにいるのどこにいるのってなって。そしたら、あ、こっちだこっちだは、ゆうくんだってな、う <laughs> ん。<laughs> でえー、俺カメムシいねえよ俺カメムシ持ってきてねえよとかって、俺、ね、小学生だからそれぐらいのことしか言えないよね。<laughs> え、いや、ゆうくんだゆうくんくせカメムシくせって言われて。それで、まあ、なんか服とか脱ぐと、ポロンって。<laughs> し <laughs> て、それで、うーって飛ぶわけですよ。カメムシ、カメムシ飛ぶ音ってね、ほんと独特なんだ聞いたことある人いないかなうーってすごいやな、つうの。で、もう俺、なんていうの、カメムシも嫌いだけどさ、そのエピソードがあってからもうなんか、カメムシイコールちょっともう、仲間外れみたいなさ、その日俺、な、なんでかカメムシがいたっていうだけで保健室連れていかれたんだよ。<laughs> 俺の具合悪いわけじゃないのに、多分俺の体がもう臭いっていうだけで、あれ、隔離されたんだと思うんだよ。一旦。 それで、対処法として保健の先生がやってくれたのは、ゆうくんを着替えさせってことで、俺その日一日体育着一人だけ着させるさ。その日体育の授業なかったのに。一人だけ青い格好してさ、上下。青い体育着だったんだけど。<laughs> それで過ごしたっていう孤独な経験があるわけ。ゆうくんなんで今日体育着でいいのって隣のクラスのやつとかに言われてさ、カメムシの話するじゃん。それ、ははーって言われてさ、臭いうまだ臭いんじゃねえのって言われてさ、俺が臭いみたいのなるわけよ。俺が臭いわけじゃないのに。もう孤独の思い出なのよ。 そう、あともう一個インパクト強いうのがね、カメムシって電気の周りを円を描くように飛ぶんです。あの知ってる人は知ってるかもしれないけど。まあ、ああの地球に対する月みたいに飛ぶわけ。なか <laughs> <laughs> わかる太陽系で言う <laughs>、ね、太陽系の星たちのように中心に回るわけ。ブーって、あのブー,ブーって嫌な音でね。そう、それで、 その規則性さえ分かれば、飛んでる最中に生えた時でパチンってやれるんだっていうことを父が気づいて、あの、姉とかみんなで食事している時に父がそれを。 ブーって飛んで回ってる、あの、カメムシの規則性を気づいて、ファセンってやったら、姉の味噌汁の中にそのカメムシがポトーンと落ちて、<laughs> あーってなって、もう大パニックになった思い出とかあるわけ。<laughs> もう嫌な思い出しかないわけ、カメムシに対して。だから、僕は、あの、G も大丈夫だけど、あの、なんだったらカメムシのことをもう K って呼んでほしいぐらい、僕はカメムシだけは嫌なの。 だから家を建て替えたんです。<laughs> それで、<laughs> 建て替えた家に、この間久しぶりに帰ったと、ね、話が戻りますけれども、それで、まあ父親と母親ともだいぶ久しぶりに会いましたから、みんなでご飯なんか食べて。で、あの、まあまあまあ、この日本放送の中だけでは僕は自分で言いますけれども、僕は一応秋田のスターということになっておりまして。<laughs> <laughs> 秋田の県の中ではすごくたくさん曲をかけてもらったりとか、ええー、いろんな番組の中で僕の曲をかけてもらったりとか、歌ってもらったりしているわけですよ。それで、まあ、父と母はそれがすごく嬉しいと。ね。あの、今や家も建て替えてね、えー、路上の貸し借りで歌ってた息子が、まあ、秋田のローカル番組とかでは、たくさんこう曲をかけてもらうようになった。 で、まあ、僕が今回、あの、そのまあ、コロナ禍で、なかなか秋田に帰れない、お盆も帰れなかった中で、まあ、なんか、なんかのローカル番組の中で、秋田のローカルタレントの方が、僕の歌を歌ってくれたりとかした番組があったと。で、それは、あの、東京じゃ流れないから、ビデオと、あの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 録画しといたよっつって、テレビでね。だから、それ俺すげえ見たかったんですよ。<laughs> 嬉しいじゃないですか。で、そういうのも見たいなーなんていう話し,しながら、みんなで晩ご飯食べて。でも僕帰った時間がもう結構遅かったから、今日はもうみんなで、まあ、早めに寝ようかってことになって。 で、まあ父親と母親一階の、あの、自分たちの寝室に寝るんだけど、まあ僕も、まあ、あの、ほぼほぼ東京にいるからさ、自分の部屋なんてのは別になきゃなくてもいいと思って家建てたんだけど、まあ父親と母親が聞き聞かせてくれて、まあ僕の寝室というところがあって、そこで、まあじゃあ俺も久しぶりに実家で寝れるなと思ってさ、ああーってこうなんか、ね、東京で、ね、戦ってきて、 <laughs> あのー、10月ずっとやってきたキャンペーン、頑張ったな、なんて思い起こしながら寝たんですよ。目を閉じたんですよ。で、目閉じて、ちょっとうとうってしてきた頃です。ってね、あの、どっかで聞いた、あの、一番こう世の中で僕は聞きたくなかった音がね、聞こえてきたわけ。新築だよ、今だよ、これ今話現在だよ。過去の話じゃないんだよ。それで、逆行したら、j ドの逆行したら、これ今、最新情報なんだよ。そう。それで、あのー、目閉じて、あ 思い出した、思い出したと。テネットっていう映画見て、クリストファー・ノーランがやってる、あのね、あの、無限音階が人を不安のある音だった。ああ、俺はホラー映画見ても怖がらなくなったし、うーの不況は、無限音階を聞いても不安な気持ちにならないけれども、この音だけは確かに俺にとって不安な音だったと。ああ、怖いわ、これ。ずいぶんリアリティのある夢だな、と。<laughs> あ、ちょっと待てよ。<laughs> これ夢じゃねえかなと。いや、そんなはずはねえ、だって俺はこの音を聞きたくないがために家を建て替えたんだと。ね。安くないよ飽きたとはいえさ。それを建てたのに、この音が聞こえるのは夢じゃないとしたら、これはちょっと、ね、おかしいぞと思って、目をそろそろ開けたんですよ。そしたらですね、僕の部屋の電気、ちょっと豆電みたいなちっちゃいのつけてたんだけど、それが太陽だとするならば、それを回るように、それを地球が回るようにくるーってね、<laughs> ケイがね、飛んでるんですよ。それで、もう、うんざりですよ。最悪な気持ちになるわけです。家建て替えて。ま、まずね、まず俺が言いたいのはね、なんでリビングにいなかったのかってことも疑問なわけ。だで、カメムシも出ないっていうこと親も喜んでたのに、なんで俺の部屋に出んのみたいな、なんかいろんな気持ちになったわけ。ただ、切り替え早く行こうと。カメムシを、その、そのままにしておいて、俺今夜寝れるわけねえじゃん、この部屋でと思って。そう。 で、カメムシ嫌いだけど、僕は虫も殺したくないんですよ、実は。これ本当にそうで、あの、マジで虫も生き物なんだから、あの、できれば生かしたまま逃がしたいっていうのが僕の、あの、なんか考えとしてあって。じゃあどうする、カメムシ。これね、皆さん今日覚えて帰って、<laughs> カメムシを殺さないで逃がす方法、いい方法があるんだ。ペットボトルを一個用意してください。ペットボトルの中には何も入ってなくて大丈夫です。 で、あの、カメムシが壁とかにひょって止まりますね。そのひょって止まったところにペットボトルの穴のところを ポーンって入れ、あの、くっつけるわけ。それで壁を、シュッてスライドさせたら、あの、そのカメムシが、あの、ペットボトルの中に落ちるんですね。で、そこを見計らってすぐ蓋を閉めて、一気に外まで出てって、あの、山の中へ、川の中へ、まあ、どこでもさ、自然の中へ、カメムシをフォーンって返してあげるわけ。ファーンって投げるように、ペットボトルは投げちゃダメだよ。そのまま、虫だけ出るように遠心力でフィッってやれば、ブーン、ウーって飛んでいくわけですよ。そう。それをやれば、カメムシを殺されずに逃がしておける。 部屋も臭くならないし、カメムシは命の危険を感じると匂い出しますから。その匂いが僕は本当にもう死にたくなるぐらい嫌なんです。で、それはペットボトルの中だけに収まりますから。ね。その作戦をやろうと思ったわけ。で、早急に冷蔵庫の、一階の冷蔵庫まで戻って僕は。で、あの、なんかお茶あったからペットボトルの。それをもう全部飲み干して一瞬で、<laughs> ゴクゴクゴクと飲み干して、そのカメムシ取ろうと思ったらまだちゃんと悠々と飛んでるわけですよ、人の部屋で勝手に。 ねそれでブーって飛んでる奴が、ピトって止まったの。いや、あのー、天井に止まったの。それで、その天井に止まってる奴を撮る、そのペットボトル作戦やろうと思ったんだけど、まあまあまた、その、部屋の天井高かったから、ベッドの上に登らないと届かなくて、ベッドの上に登ったら、まあちょっとこう、あの、ベッドってほら、ふわふわしてるからさ、揺れるじゃん。で、揺れながらもう、カメムシのことを取ろうと思って、そのカメムシ作戦、ピトッてやろうと思ったら、 ちょっとずれて、カメ亀虫がポロって落ちて、俺の長袖の袖の中にポロって落ちてきて、俺ね、人生で、わあ、俺こんな声出るんだなと思ったああみたいな声出て一人で夜に。<laughs> それで、もう、でもそこでちょっとでも動いたらさ、匂い出しちゃうから、亀虫が。もう俺入ってるし、俺お風呂入ってるし、シャワー浴びたし、もうこれでまた亀虫の匂いになるに嫌だから、もうばって脱ぐわけ。そう。で、 秋田寒いんですよ。今秋田6度くらいなんですよ。夜の気温が。めっちゃ極寒なんですよ。そこで脱いで、えー、寒いですよ。もうパジャマの人何も着てませんから、上半身裸になりますね。で、あの、暖房つけたら暖房のところにカメムシとか虫寄ってきますから、暖房消してたんですよ、僕。そう。で、寒い中で脱いであれ、カメムシを、あの、袖から入ったのどこにいるのかなと思ったら、いないんですよ。めっちゃ怖くない カメムシ、さっきまでいたのに、いないんだよ。もう、俺の部屋どこも安全な場所ないじゃん。<laughs> <laughs> どんなホラー映画より怖いよ、その瞬間。いないどこ行ったんだ、みたいな。もう一回全部電気つけて、めっちゃ探すんだけど、いないの。で、俺は、 そのカムシが言ったことをなかったことにして寝れんのかって思ったけど、絶対寝れるわけないわけ。それで、他の服着ようかと思うけれども、他の服にももう、もうついてるかもしんないじゃん。着れないわけ。6度。寒い。でも上半身裸。着れるものない。どうするってなって、見つけようって思ったの。で、いろいろ考えて、あのー、ちょっと、あのなんか電気つけて、まず部屋を一回、ま、完全に真っ暗にしたの。 怖いけど。でま、また豆で同じのつけて、そしたらそこにまた飛んでいくんじゃないかと思って。で、しばらく待って、見たの。布団の中に入って寒いから。そうしたらまたブーブって飛んできて、あ、多分きっとさっきのやつだと思って見つけて、で、見つけた後、それってやったら、ま、取れたんです。カメムシ作戦成功で。で、殺さないまんまそれを逃がしたんです。 で、このカメムシが、さっき俺の袖の中に入ったカメムシだと思って、ああよかった、安心したなと思って、あの、まあ、一回、上半身裸のまま俺、外出たんですよ、皆さんね。別にそんなに想像しなくていいけど、寒い極寒の6度しかない秋田で、上半身裸で僕はペットボトル1個持って、外に持って、もっと来んなよなんて言いながらね、捨てたんですよ。で、部屋に戻ってガラッて開けたら、うーってね、僕の部屋の豆伝の周りをね、2匹飛んでたの、こ <laughs> <laughs> 俺逆行してんのかと思った時間 <laughs> いや手そういる話じゃないです手にという話じゃないですテただそのブーンっていう音が無限音階だったっていうこととでね <laughs> そのやつが結局その後ねあと4匹出て計夜中中5匹のカメムシと僕は格闘したわけ何ヶ月ぶりかで帰った秋田でねゆっくり眠れるだろうと思った自分の部屋のベッドで なんだったら三匹目ぐらいからね、もうなんかその、布団に入ってももう臭いわけ。なんぼペットボトル作戦やっても多分もう漏れ漏れなのよ、匂いが。もうベッドの中にも入りたくないし、ベッドの中にもいるんじゃねえかってことになるわけよ。上半身裸だぜ、俺。六度だぜ。暖房つけれないぜ。ベッドの中に入れないんですよ。どうやって寝るのよって、あの、一応一個だけ、あの、その、フローに使ってたバスタオルだけあったの。そのバスタオルだけか、被って、俺、フローリング、ベッドの下のフローリングに、 寝て、朝までかぶっ、あ、かぶともしない。カメムシと格闘しながら、寝たんですよ。寝たっていうか、寝れなかったんですよ、結局。寝ようと思ったけど。もう、チュンチュンチュンって気づいたら朝ですわ。で、これはさすがに、親に、ちょっと文句言おうと。じゃ <laughs>、親のせいじゃないけど、息子が帰ってくる部屋の中にね、なんでこんなにカメムシいんのよと、おかしいじゃん、一階にいないんだからと思って。それで、ちょっと、プンってした気持ちでさ、朝。 階段降りてさ、リビング行ったらまあ、母親がこう、朝ごはんとか作ってくれてて、ね、幸せな家族の景色ですわ。でも僕は上半身裸でもう、目の下熊作ってさ、最悪な気持ちですわ。おはよう、つって。したら、おはようなんて母さん元気そうに言ってさ、うん、どうだった寝れたなんて言って,て。うん、いや、寝れなかった。つって。うん <laughs>、な,なん、どうしたのなんで寝れなかったのなんて言って。いや、もう。 寝れるわけねえよっつって、うん、<laughs> あんな状態でっつってまあその一連のカメムシの話をしたん、うん、そしたら「<laughs> アハハハ!」なんて笑ってくれて。 笑ってくれてっていうか、笑ってて。そう、な、な、何がおかしいのって言ったら、いやー、やっぱりあれだね、秋田のスターは <laughs>。そう、人も引き付けるし、秋田帰ったらか、カメムシも寄ってくるんだね、ってって笑ってるわけ、<laughs> 母親が。で、<laughs> うるせえわ、と。全然嬉しくないわ、そんなの。っていう話をして。でも寒いのは、やっぱさすがに息子は上半身裸で起きてくるのに関しては、母親もちょっと気を使ってくれて、上着持ってきてくれたんですよ。そう。で、その上着を、えー、来たら、 あの、またあったかい服だったからよかったんだけど、まあまあまあ、その、この服は大丈夫だよっていうわけ、母親が。あの、ずっと炭素の中に入れといた服だから、絶対この服には髪についてないから大丈夫だよっていうふ振りのもと、あの、着たんだけど、もうこれ、お家見えてるでしょポトッ。<laughs> とさ、これマジで作り話じゃないんだぜ。これマジで。 母親話してほしくないと思うけど、マジなの。その服にも入ってたのよ。カメムシが。それで俺、ああってあの、自分からこんな声出るんだっていうの朝にもう一回出して、そしたら、テレビからちょうど、ローカルタレントの方が歌ってくれてる、明日はきっといい日になる、いい日になるっていうのが流れてね。 これ俺今日サンキューフォーザミュージックって言えるかなっていう。全然サンキューって言えねえな今日っていう思いの中で、ここに座っております。だいぶ前振りが長くなってしまいましたね。すいません。ただ今回もそろそろ行ってみましょう。高橋、サンキューフォーザミュージック 改めまましてこんばんばは、高橋優です、えーまあ、秋田、カメムシいっぱい出るけど、まあ、僕の住んでる地域が多いんでしょ秋田を嫌いにならないでほしい俺の実家のことはみんな嫌いになってもいいけど秋田のことは嫌いにならないでね。<laughs> えー、今年の春 あくまで一夜限りのスペシャル番組として始まったこの番組それ以降街がひっそり寝静まった日曜日の深夜におおむね月1ペースで生放送しているもののいまだ日本放送からは何の確約もなしのままでお送りされているこの番組です毎回毎回毎回が試されているつもりで油断することなくお送りし続けてきた結果、えー、半月はあ先月か先月は日曜日のこの時間ではなく土曜日の「オールナイト日本ゼロとして久々に全国ネットでお送りしたんですけども あのすごい僕は楽しかったです。 な 3, 3時ぐらいからやらせてもらって、5時ぐらいまで3時5時でやらせてもらったんですけど、でまあ、チームもほとんど、ね、あのこのサンキュー・フォー・ザ・ミュージックひ、えー、いてはその前からやらせてもらってる、大倉君と高橋君のスタッフと同じくやらせてもらってましたから、なんか同じチームなんだけれども、ちょっとこうバ,ンドバ,ンバンド名変えて活動したみたいなつの <laughs> <laughs> 一瞬のスペシャルな時間を過ごさせてもらったような気持ちで、僕はとっても楽しかったんですけれども、も、まあ、それに続く今月は、また日曜日の深夜に戻ってお送りするのはもちろん、今回に関してはすでにホームページなどでも 発表されている通り来月の放送も決定済みです <laughs> 嬉しいですね,ね、まあ、一夜限りのスペシャル番組って言いながら毎日 <laughs> 来月も決まってますえまだ月1だとは言われておりませんのでね、あのー、今回が最終回かもしれないし来月があると言ってるけれども来月あるかどうかわかんないですととにかく今夜月1の,のスペシャル番組ということでこうそういうテンションで僕はやっていきたいと思ってますけれども、えー、この番組では番組を聞いてくれてる君からのメールを待ってますこの秋 君はどんな思いで過ごして、えー、いますかあなたは今笑えていますか君の近況をメールで教えてくださいメールに今連絡がつく電話番号も書いて送ってもらってください、えー、スタジオからアポなし生電話をするかもしれませんまた君が今みんなで聞きたい曲のリクエストも待ってます番組のメールアドレスは yu.orgnite.com 君からのメールを待ってますそれでは今回のサンキュー4ーザミュージックはこんなあリクエストからスタートしたいんですけれども僕の前 動きが長すぎたんで一旦 C.M. でーす。高橋優サンキューフォーザミュージック。火曜日のオールナイトニッポンゼロ担当クリーピーナッツのアルシェです。DJ 松永です。今年も東京丸の内の屋外彫刻展示。<の> FM 九十三 AM 一二四二。 東京有楽町の日本放送からこの後3時まで生放送。高橋 U3Q4TheMusic。さあ、早速、こんなメールが届いてます。鳥取で聞いてくれている19歳のペンネームハム。私の地域では、今年、カメムシがいつもの2倍くらいの大きさになっていて最悪です。秋田はどうでしたかって。ハムさん、ありがとうございます。僕の住んでる地域の、地域っていうか、あの、大きいカメムシもいるんだけど、あの、 さっき話した僕の部屋に出たムシは、あの、まだすごい、なんかちっちゃいかったのが逆に、だからまだ、なんか怖いっていうかう、うちの中で孵化したんじゃないかとか勝手に想像しちゃって、あの、怖かったんだけれども、なんだろう、に今年カムシいっぱい出る年なの <laughs> 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 いや、ね、当たり年とか、そういう風にはしたくないんだけれども、そうだよね。オープニングで、俺30分近くカメムシの話し,しちゃったなと思ったんだけれども、あの、曲をかけたかったので、曲に早めに行きたいと思います。メールまだまだ待ってます。番組のメールアドレスは you、mark com, y u a r g o r g c o m です。リクエストが来ているということで、メッセージ読ませていただきます。えー、と、これはペンネームよ、よりたえさんという方ですね。 えー、私はな70歳を過ぎて優くんの歌に出会いました。ニューアルバムに入っている自由が丘が好きです。何度も YouTube で聴いていましたが、先月アルバムを手に入れ、えー、昨日はついに Amazon で優くんの自伝まで。 取り寄せました。これって、高齢者も元気をいただいてるってことですね。私の住む長野県はこの時期、紅葉が素晴らしいです。ゆうくんのふるさと秋田もさぞかし美しいことでしょうね。秋田でのフェスが再開したらぜひ参加したいですというメッセージ。秋田もすごく紅葉、なんかピークになってるっていうぐらい、あの、すごかったです。あの、赤、赤い色がね、よく目立ちますよね。なんか、あの、オレンジ色とかも全部綺麗なんだけれども。またね、冬に向かう前のなんか、 別れれじゃないけれどもさこう夏のにぎわいからだんだんこう枯れていって冬になる途中の赤い色が印象的だったんですけれども頼たえさんからのあこのメッセージからねこの曲をかけさせていただきたいなと思います。高橋優で自由が丘 自由が丘という曲ですさて、幸楽の秋を迎え、この秋、東京も GoTo キャンペーンの対象となりましたが、その一方、地方でも感染者が増えるという現実もあります。そんな中、旅行に行く人、行った人、あるいはまだ控えてる人、迷っている人からメールが届いてます。茨城で聞いてくれているペンネーム、あや。 先日久しぶりに実家に帰省しました。コロナの影響で家族に会うのは今年のお正月ぶりでした。駅に着くと両親が笑顔で迎えてくれ、えー、少し見ない間に両親が前よりも一回り小さくなった感じがして少し切なくなりました。感染対策は万全にして帰省しました。でも万が一のことを考え、家でもマスクをし、食事も別々に取ることにしました。一人離れたテーブルで取る食事は寂しかったけど、それ以上に家族に会えた喜びと家族の笑顔が忘れられない。 えー、感慨深い規制になったような気がします。コロナがあったおかげと言うと怒られるかもしれないけど、コロナ禍は自分にとって大切なもの以外が淘汰され、普通ということがどれだけ愛おしい毎日だったのかに気づかされました。今は大切な人に会わないことが愛の形の一つかもしれないけど、大切な人に会うことが躊躇なくできる日々が早く戻ればいいなと思いますというメッセージ。 ね、なか僕もだから、この間、ね、その、ちょっと、な、カメムシ中心の話しちゃったけど、<laughs> <laughs> あの、あのー、実家に久しぶりに帰らせてもらって、あのー、ご飯をね、僕は同じテーブルで食べたんですよ。そう。で、僕もよぎったの、それ。 なんか、その、もちろん自分もさ、感染対策とか万全にして言ってるつもりだしさ、そう、でも、なんかね、その、久しぶりに会って、感染するかどうかの話とか、食事の、食卓の中で出したくないなと思って、なんかそれとなく、箸が当たらないようにとか、同じ皿をシェアしないようにとか、いろんな、なんか自分なりに考えたりしたんだけど、ま、ここら辺ってさ、ま、今俺が話したことがもう、 悪なのかもしれないし、なんか、おののの価値観になってきてる気はするよね、だんだんね。なんかその、グレーゾーンみたいなことがすごく多い中での、ブラックの部分がだんだんちょっと狭まってきて、 グレーの部分の薄い部分が多くなってきたっていうかさ、まあそれくらい大丈夫なんじゃないみたいな風になってきてて、それが、まあ必ずしもいいことじゃないんでだと思うんだ。そう。だから、なんか規制する実家の両親に会う小さく見えるってことはもしかしたら年齢も重ねられてる両親なのかもしれない。そういう人と会うことで、不安を持って帰ってくることになるのかもしれない。俺もぶっちゃけまだちょっと2週間ぐらいはわかんないって思う部分もあるけどさ、 そんな逆に言ったらどんだけ気をつけてたってわかんないっていう部分もあるじゃん。これはもう今年ずっと言われてることだけどさ。だから、せめて、会えた時の喜びだけは、なんつうんだろう、お,お互いのこの、なんか共有ポイントにしたいよなっていう、なんかまあ綺麗事みたいなことしか言えないけど、僕はね、今回秋田に帰れて後悔はないし、すごく、あの、親と話せて、まあ、あの、カメムシ以外はいい思い出がたくさんできたなと思ってる <laughs> <laughs> からね。あの、アヤさんも、なんかね、その、 ご自身も大きくなられてるってことなんだと思うし、そういうことを考えられてるっていう自分に対して少しだけこう、お疲れ様じゃないけれども、実家せっかく帰ったんだから、肩の荷を下ろしてもらえると嬉,嬉しいなっていうふうに僕は思います。えー、続けて、京都市で聞いてくれてる、コズコズさん。 この秋、私は勇気を振り絞って、ゆうくんも出演した大阪の野外フェスに行ってきました。でも実は、当日の朝まで行くのを迷ってました。本当に参加してもいいのか、えー、大丈夫かなと。体温が大丈夫だったので、意を消して出かけたんですが、だんだんと会場の太陽の塔が見えてきてテンションが上がり、入場した時のワクワク感は久しぶりに心を解放させてくれました。ステージが近づくにつれ、大きくなってくる爆音が、今フェスに来ているって実感を久しぶりに味わえました。お互い何のためらいもなく、 愛に行けるようになる未来が来るのを強く願ってますというメッセージ。 この、あの、大阪元気パークっていう、あの、フェスに僕も出させてもらったんで、本当7ヶ月ぶりに歌わせてもらったのが嬉しくてね。まあ、で、えっ、ー、と、来てくれてる方々は声を出しちゃダメなんだけれども。まあ、考えもんですよね、マジで、これに関しては。だんだんさ、舞台とか、ね、演劇とかのやつが解放されてさ、お客さんがその席全部入れてもいいみたいなところも、ライブ以外はあるっぽいんですよ、もう。 で、お客さんが笑ったり声を出してもいい、えー、そういう、なんていうの、舞台的なものも出てきてるっぽいんですよね。僕が、僕が直接言ったわけじゃないけど、あるっぽいんですよ。そんな中で、謎に、謎にって言い方は悪いけど、音楽のライブっていうものだけが、まだなんか随分厳しい感じなのが、えー、まあ、正直僕もちょっと疑問です。うん。だって、ね、なんか、あのー、 危険ははらんでることには変わりないって言ってるんでしょみたいな。そう。だから、逆にすごいなって思ったのは、この元気パーク出た時に大阪。大阪ってマジでそこに対して戦っててね。その、前々日ぐらいまでは5000人。で、あの、あ、違う、そう。で、前々日に7000人まで引き上げることができたとか、入場できるやつを。で、元気パークもただ7000人規模でや、やれたんですよ。も確かそのちゃんと、で、ソーシャルディスタンスを保ってね。で、入場規制とかめっちゃちゃんとやってて。そう。あの、何十人かずつこう、 あの、行、夏の、列を作って入場させるみたいな、あの、ちゃんと案内してね。フェスでそれやるってすごい労力じゃん、スタッフの方々も。でもそこまでして、俺らは音楽奏でたいんだぞっていうのを、まあ、け、なんか、ふ、ふか、大阪、負を上げて、やってる感じが見えて、まあ、あ賛否あるんだろうけど、音楽をやらせてもらってる自分としては、 すごく勇気をもらえたというか、あの、出てよかったなって僕は思えたし、そうで、その後、元気パークからそういう感染が出たみたいな話も聞こえてきてないから、あの、そういうことなんだろうなとも思ったし、その今のその現状に対しての、僕なりのちょっとそのなんだろうな、疑問みたいな確かに、確かにあるんだけどね。うん。配信イベントとかもだから、やらせてもらえることもありがたいんだけどね。うん。はい。もう一つ行きましょうか。 えー、ラジオネームたかこさん。もうすっかり涼しくなり、今年も残り2ヶ月を切ってしまいました。今年は残念ながら帰省もできず、県外に出ることもなかったんですが、このまま1年が終わるのは寂しいので、GoTo キャンペーンを使い、友達と一泊で、えー、近所の露天風呂付きホテルに行くことにしました。 近いので旅という感じはないですが、豪華な料理を食べ、綺麗な星空を見ながら露天風呂でのんびりして贅沢な時間を過ごしていきます。コロナ禍でなければ近くのホテルに泊まることもないと思うのでいい思い出になりそうです。こういう人多そうですよね。あの、あれ、あの、僕の近場のスタッフの一人で、あの、 千葉とかに住んでる人なんだけど、だから千葉から毎,毎日のように、こっち都内の方に通ってる人が、帰るのあれ、おだからってことで、この GoTo とかのやつを使うと、ホテル安くなるじゃないだからもうなんか、都内の、 アパホテル制覇したとかって言ってがいて。でしょすげえ安いって言うんだよね。で、あの、新宿、西新宿にあるアパホテルだけ大浴場あるんでしょ <laughs> みたいな話とかしてて <laughs>。それ、それ絶対千葉住んでて、関東に住んでてアパ制覇することこんな機会でもないとないじゃんっつって、すごく微笑ましい。私のことこれからアパ女って呼んでくださいとかって言ってるスタッフが <laughs> それはなんかそう、使いようでね、微笑ましいなと思ったんですけども。えー、こんなメッセージも来てます。岐阜県で聞いて くれてるんさん今、ん今巷では GoTo キャンペーンが話題になってますが、私はもっぱら GoTo ストリートビューにハマってます。最近は鎌倉へ旅行しました。大仏を見て、近くのお蕎麦屋さんでお蕎麦を食べ、江ノ島まで足を伸ばし、前から一度行ってみたかった展望台、えー、これはね、老後の夢である、 コミンカ暮らしの物件まで見学をしてきました。楽しかったです。す、え、べ、ー、てストリートビューですが。しかしコロナ禍が、えー、落ち着いたら必ず本当に行くんだと強く心に決めています。リクエストはザイエローモンキーのジャムをお願いします。ということで、えー、まあね、いろんな GoTo の方法がね、GoTo ストリートビューって、<laughs> ネット上でってことだから、まあお金が発生しないんだろうかね、まあ。まあ確かに僕もちょっと映像の番組やらせてもらってるのあるんだけど、まあ本当は旅番組だったんだけど、まあこのコロナ禍の時はその それこそストリートビューであのミュージシャンのご当地見に行かせてもらったりとかそういうこともやったからあれはあれでね行けないけどちょっとだけ行った気持ちになれるからねいいんですよねだからライブもね僕も配信ライブこの間1時間半くらいのボリュームのやつやらせてもらったけれどもちょっとでもその 来てもらった気持ちになってもらいたいなっていう思いでやらせてもらったんですけど、まあ、このリクエストでいうところの11月3日、東京ドームで、ええー、まず、あ、観客を入れてライブを開催なさった、ええー、結成30周年記念ライブをやられたザイエローモンキーさんの曲をかけたいと思います。僕も大好きな曲です。ジャムこのコロナ禍の中で、えー、この秋から新しい生活をスタートさせる人もいます。メールを紹介していきます。 えー、埼玉県で聞いいててくれているレオノンさん私たち家族は再来週引っ越しするため、えー、最近はひたすらゴミを出す作業をしてるんですが、ゆうくんのニューアルバムに入ってるクローズコンタクトの歌詞のように思い出ともらいもんに縛られて身動き取れなくなってます。海外のお土産の 民族木彫り人形が3体も出てきたり、<laughs> 子供の幼稚園バッグを開けたら当時のスモックと体操服と名札が入ってて、これは捨てられないなんてやってたら時間ばかり過ぎてしまいます。でも結婚する時の引っ越しで旦那のものの多さに驚愕し、だいぶ口を出して不穏な空気になってしまったことを思い出し、今回は深呼吸して心穏やかに挑みました。誰かにとっていらなくても自分が大事なら大切にしようよと笑顔で片付けるようにして、 んですがそしたら彼だけの大事なものが出るわ出るわ。漫画釣竿ルアー。ここら辺まではいいとして特大サイズの衣装ケースい,いっぱいのゲームソフト。中には私が知る限りここ15年はしたこともないスーファミにそして中古屋でコツコツ買い揃えたらしい開封もしてない膨大な量のソフト。一生かかっても遊びきれないと思うんですが新居にもこれが大切に運ばれることになりました。 今日も深呼吸して笑顔で引っ越しの準備を進めます。完全にもうこれ切れてる。切れてるじゃん。<laughs> ファミコンのソフトに対して。でも捨てらんない気持ちもわかるけどなねじゃあ、あ、あのね、ちょっと思い出した話していいですか全然た面白い話じゃないんですけど、あの、僕、あれなんですよ。いろんなこところで言って、大倉くんと高橋くんっていう番組で言ってたんですけども、あの、えー、コスプレ。10月31日の、えー、ハロウィンが、 割と好きじゃないんですよ。<laughs> 好きじゃないんですけど、俺今年、初めてコスプレしたんですよ。あの、10月の31日にね、友達の誕生日会がありまして、で、それに呼ばれまして、で、行って、したら、まあ、せっかくハロウィンだから、まあ、こまあ、個室の、まあ、カラオケとかできるようなお店を用意してくれてて、で、まあ、みんなで言わんだけど、まあ、せっかくだから、 コスプレしようよっていう話は前からしてたんですよ。そのグループ内で。でも僕は嫌だから普通の格好していたわけ。そしたらまあ、ゆうくんはそうだろうなと思ってたということで、なんか用意してくれてて、全員でコスプレしながら今日は誕生日パーティー祝うんだよって言われたから、俺来たくなかったけど、あの、まあ、祝うっていうニュアンスが強いからね。 祝うことに邪魔になるんであれば、普段着よりは、じゃあ、じゃあ、しょうがない着替えてお祝いしようかということで、友達を祝うためにね、嫌だったけど、その、もらったやつ着替えたら、あの、ポリスって、あの、なんか、アメリカのさ、警察の格好ポリスメンの格好 になってたの。で、胸のとかにもポリスって書いてあって、ちゃんとあの、拳銃のやつとかも結構しっかりあって、あの、手錠とかもガラッとよく下げれるようになってあって、あの、結構ちゃんとしてる帽子とかもあって。で、その格好に着替えて。で、あの、僕ちょっとその時、よ5日間くらい髭剃ってなかったから、なんか髭も割とちゃんと蓄えた状態で、まあまあ割とちゃんとポリス面に慣れた感じになって。そう。で、 今、まあ、この話の、まあ、に、別に無理やり繋げるわけじゃないんだけどさ、まあ、そのまま、俺つ、翌日朝早かったから、お仕事が。だから、あの、早めに帰ろうということで、で、また着替えてから帰ったら時間かかるから、そのまま帰ったんですよ、俺。<laughs> そう、そう。で、コンビニに寄ったんだけど、じゃあ、だって飲み物買いたかったんだもん。<laughs> そしたら、あの、店員さんがね、明らかに白い目なわけ。あの、男の子だったんだけど、うわ、コスプレして。 コンビニ入ってきたこいつ、みたいな感じなわけ。いらっしゃいませ、みたいな感じなわけ。で、もうお会計して全部出るまでも全部その態度だったわけ。もともとそういうやつかもわかんないけど、まあ、そこで俺が思ったのはね、あ、俺そっち側だよって思ったの。俺は <laughs>、来たくて来てるんじゃないえぇ、ー、来たくてそっちにあのこうなってるんじゃなくて、友達のやつを祝いたくて来てるだけなだよ。だから、あの、そうやって、 なんか、まあ、仮装なんかしてさ、なんか、イエーってやってるやつなんてかと、俺は、俺,は俺は、アンチだったんだから。そう。そのやつの、そいつの白い目で見てるやつの方の気持ちは分かるなって思いながら、まあ、ちょっと、なんかお会計してね、冷たい目で見られながら、うん、あの、俺の頭の中で考えながら、まあ、タクシー乗ったわけも誰にも見られたくないから、さあ、いらっしゃいませ、みたいな感じで、こう、乗っていくじゃん。で、自分ちまで帰る途中で、想像したわけ。4人いたうちの3人は確かに乗り気だったと。今日、いやその、誕生日が4人しかいなかったんだけど、友達が。 俺は、いやいや来てたってことは、もしかしたら、ハロウィンって、4人に1人ぐらいは、いやいや来てるやついいんじゃねえかと思ったの。だとしたらさ、去年までのなんか、あの、渋谷とか、すごい大盛り上がりのあの、スクランブル交差点で、わーってあったでしょ ?4000 人いるとしたら、1000人は、いやいや来てたんじゃねえかとか、そう思ったら結構ハロウィンも捨てたもんじゃねえなとかって思ったわけ。って、思ってる最中に、まあ、目的続いたらさ、謎のことが一個起こって、あの、運転手さんが、あの、まあ、お会計するじゃん。 そしたら最後の最後でだよ。いつもお疲れ様ですって言ってくれたのこれどっちだと思う俺のこと、俺のことマジでポリスマンだと思ったのかなそれとも俺のこと高橋優っていう風に思ったのかななんだと思うあの格好に対していつもお疲れ様ですって言葉な、ど、どう受け取ったらいいんだろうって。 っていう疑問が残りながら、ま、あこの話に繋げたかったのは、その衣装これから俺どうすればいいんだろうって思った、っていう話なんだけど、俺も、貰いもんだし捨てれねえじゃん、なんか、ポリスメン。でも、もう二度と来ねえと思うんだよね、俺。っていう、ごめんなさい。ちょっと無理やり話、あの、俺思い出したから喋っちゃいました。えー、次、神奈川県で聞いてくる。いや、マジどっちだと思うあの、お疲れ様でしたわ。ポリスメンと思ったのかな、マジ。だって、ポリ、日本の警察の胸にポリスメンって書いてないでしょ帽子被ってた、俺。 いや、帽子には、いや、帽子は多分、あれ何あの、日本のやつを、海外のやつ、帽子違うよね。でも、海外仕様だったと思うよ。なんかでも、結構、めっちゃ警察っぽかった、確かに。うん、で、まあまあ自分で言うのも変だけど、なんか似合ってたんだよね俺、俺 <laughs>。普通に警察に見られたもん。でも、警察だとしたらタクシー乗んなくねね、いつもお疲れ様ですってどういう意味なんだろうみたいな。まあ、コスプレしてる俺に対して、もうコスプレイヤーと思って、いつもコスプレお疲れ様ですって言われたのが。<laughs> <laughs> ちょっとね、その謎は残るんですけれども。えー、もう一つ。神奈川県で聞いてくれてるなこさん。私は、都内の大学に通う大学2年生です。地元から上京して、一人暮らしを始め、2年経ちましたが、今年の秋、大学の授業の課題で、ダンゴムシを飼育することになり、<laughs> ダンゴムシたちとの共同生活を始また。 なんか今日虫多いな。<laughs> ダンゴムシ共同生活に入りました。まさか大学、大学生にもなってダンゴムシを飼育するとは思ってもなかったので、最初は気持ち悪かったんですが、今は愛着も湧き、可愛く思えてきました。これからも大切に育てていきますよって。あれ、ちょっと電話番号書いてくれてるから、ちょっと電話してみましょうか。ここに繋がるのか。 <laughs> 俺のあんなにね、カメムシ30分話したやつは、このダンゴムシさんに繋がっていくのかなちょっと書けますね。えー、えー、と、はいはい、深夜なんで間違わないように書けないとね、えー。早く聞きたい。ダンゴムシの話。<laughs> ダンゴムシだってさ、ダンゴムシさ、ああ、もうか話し中かなん <laughs>、えー えてるかなちょっと待ってもう一回かけますねカメムシも飼ったら愛着湧くのかな <laughs> <laughs> あの匂いとあの無限音階を克服できる日が来るならあかかった <laughs> さあ深夜だけど出てくれるかなもし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 あ神奈川県にお住まいのなこさんですかはいあのー 何、なん,なんの電話か、ご、わかりますかねえ、あの、ラジオ。正解。<laughs> 高橋優の深夜ラジオですよ。<laughs> 時間差で聞いてて。うん、<laughs> ちょうどポリスメンの話を聞いてて。<laughs> ああ、ポリスメンの話聞いてくれてありがとうございます。<laughs> その前の虫の話聞いてた聞いてました。あら、すごい奇遇だね。<laughs> このメッセージだって今日の夕方も、結構前に送ってくれてるもんね、このメッセージね。はい、まさか僕がこんなに虫の話を熱くするとはね、<laughs> 奇遇でしたね、なこさんね。もしもしはい、うん。ダンゴムシ飼ってんのダンゴムシ先週、先々週ぐらいから飼ってます。あのさ、大学の授業の課題でダンゴムシ飼育することになったんでしょはいで。ど、どんな感じの大学なんですか っ教育系で、理科の授業の勉強なんですけど、なんか、小学生に教える授業で、実際に飼ってみて、どう、自分が観察して、そこからどう授業を組み立てていくかみたいな。ダンゴムシを小学生に教えるのあの、飼育することの意味みたいな。 命の大切さみたいなことはい、でなんか選択肢があってダンゴムシかバッタかコオロギかああ選択授業だったんだそれでナコさんはダンゴムシを選んだんだちょっとコオロギとかはやっぱ G に似てるんでハマったもんじゃないなと思ってダンゴムシに。 うちの地元の方じゃ、そのコオロギ神様って呼ばれてるけどね。<laughs> うん。まあ、ダンゴムシも苦手な人いるかもしんないから、D って呼ぶか <laughs> ?D にしよう。<laughs> ダンゴ、まあ、いっか、ダンゴムシで <laughs>。ダンゴムシはさ、捕まえたのあの、それが、うん、こっち、今一人暮らししてるんですけど、うん、ちょっと一人でダンゴムシ捕まえるのは恥ずかしいし、通報されたら怖いなと思って。ダンゴムシ捕まえて通報されるってどんな条件なんか怪しくないですか 道端でしゃがんで。ああ、なるほどね。<laughs> 公園の地面一人で掘ってたりとかしたら、不審者に思われちゃうってことはい。ああ、そっかそっか。え、じゃあ、じゃあどうしたのしたらなんか、ちょうど、母親が、うん。こっちに来る機会があって、うん。で、実家の近くに神社があるんですね。うんで。そこの神社から母親が連れてきて、うん。<laughs> 4匹ほど <laughs>。うん。 だから、ちょいちょいさ、俺の話でコオロギが神様になった理由と同じだったのが、ちょっと笑えちゃったんだけど、<laughs> やっぱ神社にいるんだね、虫はね <い S>。だから逆に、捨てるに捨てれなくて、実験がこれ終わった後。<うん S 2> 神様。ある意味神様だからね。<はい S 1> ありがとう話し合わせてくれて。<laughs> えじゃその神様買い出して、<はい S 1> 最初は気持ち悪かったんでしょはい。で、な、なんか、え、その、ダンゴムシは何食べるのなんか、 それも実験してて、人参、うん、とか、あ、うん、<laughs> げていいのかわかんないんですけど、うん、その学校からの指示でいろんな食べ物あげてどうなったかみたいなのを今実験中なんですけど、うん、そのあげる工程も楽しくなっちゃって、うん <laughs>。いろいろ、ね、じ,ゃじゃあなんかリアクションが返ってくるわけだ、団子虫からの。食べたり食べなかったりとか。はい、あと、あとその、やっぱ湿らせる 湿ったとこに住んでるんで、うん、毎晩霧吹きで水をかけるんですはあでその時になんかいつも <laughs> 下にいるのに出てきて動いてるのを見るのが <laughs> 可愛いみたいな、うん、あえあのさ俺ダンゴムシ飼ったことないからわかんないんだけどどれぐらいのスケールなの水水槽槽みたたいいななややつに入れれてんのいやなんのかそれも水槽をネットで買ったら、うん なんか、豆腐みたいなサイズの水槽が届いちゃって間違えて <laughs> <laughs> 1> 1。ちっちゃい。一丁豆腐何丁分え、一丁です。一丁本当にちっちゃくて、<あ>こんな水槽やねス,スーパーで売ってるパックぐらいのやつかはい。あるんだっていうぐらい、ちっちゃい水槽が来ちゃってああ。そっか。それだったら、スーパーで豆腐買ってくれゃ済むもんね。<laughs> <laughs> そっか。でも、そういう水槽があるのが驚きだね。確かにね。はい。うん。え、何匹買ってんの 4匹です。うわ !4 匹か。やっぱなんかちょっとビジュアル想像するとちょっとおぞましい感じするけど、その中に、豆腐の入れ物の中に 4, 4匹の、えー、団子虫がいて、そうです今のところ一番手応えのあった食べ物は何やねん人参です。あ、人参なんだ。はい、めっちゃ食うの、人参。めっちゃ食べます。あーうわぁ、なんか想像するとやっぱ俺ちょっとゾワっ,っ,ってなる部分はあるんだけど、<laughs> 名前とかつけんの 名前もつけようと思ったんですけど、な、うん、うん、何だってみんな見た目が同じで。あそうだよね。大きさも一緒なんで、わけわかんなくなっちゃって。<laughs> でもそうだよね。<laughs> 見分けれたらそりゃすごいよね。<laughs> はい。その見分け方は小学生に教えた方がいいわよ、ね。<laughs> うん、そっか。じゃあ名前はつけてないんだ。はい。ああ、やっぱでも、え、期間としては今もうどれぐらい勝ったのに、どれぐらい 2>, ?2 週間ぐらいですかね。2週間か。 一週間買えば愛着が湧くのかな <laughs> でも最初はもう気持ちが悪くて。そうだよね。気持ち悪いよね。はい、今はダンゴムシは何何期間中なのなんかほら、生き物でいうところの、こう繁殖期とかさ、冬眠期間とかいろいろあるじゃん。んね、今何してんの今目の前にいんのダンゴムシ。いますいます今何してるダンゴムシたちょっと待ってください。うん、話しかけてもいいよ。 <laughs> <え> <laughs> 話しかけたりしないの普段。おはようとかって。<laughs> 話しかけはさすがのにあ。しないんだ <laughs> <laughs>、うん。もう全然外から見る限り見えないです。寝てるのか。<laughs> ね。<laughs> そっか。まあ当たり前すぎることだけど、<laughs> なんか談合の人が寝るんだとか、まあもうわかんないよね。<laughs> もやでも寝る時も丸まんないんです。ま、うん、っすぐに寝るんです。まっすぐに寝るの？あの丸丸じゃないですか談合って。 あれ、ダンゴムシ丸まるときって体を守るときだっけはい。うん、寝るときもそうなのかなと思ったんですけど。うんうんうん。伸びたまんぶ抜るんですよ。ああ、じゃあ、やっぱ寝るときは無防備なんだね。はい。ああ、やっぱそれは人間も、ダンゴムシも一緒だね。<laughs> 人間も寝るときはほら、鎧を脱いで寝ないといけないから。<laughs> 何の話してるかわかんないけど。<laughs> そっか。あと一週間くらい買えばなんか、おはようとか言い出すかな。どうなのダンゴムシがですか ダンゴムシに。ダンゴムシにダンゴムシがじゃなくて。<laughs> あ、私が。そう、ナコさんが。<laughs> 今話しかけないって言ってたじゃん、だって。ああ、と、あと、なんか実験の締め切りが11月末までなんですよ。あじゃあもうちょっとでお別れじゃん。うん、はい。うん。コミュニケーション取っていこうかな。寂しくなるんじゃないのだと、ダンゴムシがいた生活からダンゴムシのいない生活に戻るのって。<laughs> そう、なんか他の虫が分からないように。 なんて、な、なんだ、なんだて、他の虫に何虫がわか,か, <laughs> かないように、小梅とか。他の虫がわかないように。そうだよね。その豆腐の入れ物、豆腐の入れ物じゃないけど、それの中には、虫が住みやすい環境が出来上がってるわけだもんね。人参 <laughs> とか。しかも、湿ってるんで、あの,あの湿ってるから。別の虫が発生しそうなそりゃそうだよ。そこにカメムシなんか来た日には臭えぞ、タコ <laughs> さん。うん いやじゃあね、あのー、貴重なダンゴムシの話してくれてありがとう。いやすいません。ナコ、うん、さん、深夜に出てくれてありがとうね。<laughs> はい、ありがとうございます。これからもダンゴムシと仲良くしてね。<laughs> はい。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。<笑><笑>あすごいですね。これでゃ電話切りますね。はい。いやすごいね。いや、小学生に命の大切さを教えるためにダンゴムシ飼わせるってすごい結構トリッキーな大学じゃない 思っっちゃったんだけど俺ダンゴムシのことさこれ東北弁かな北海道弁かなわらじっていう分だよねいあ言わないかやっぱり全国的に、うん、あれ「サンキュー・ホー・ザ・ミュージック」北海道でかかってましたっけ北海道かかってないか <laughs> じゃあこれ誰も共感してねえや今 <laughs> 聞いてる人いるかもしれないかラ,ラジコとかでわらじって出て,てさそう俺ダンゴムシもちょっと苦手だったの 俺が北海道で、あの、一人暮らしを始めて、最初、あの、木造のさ、六、六畳くらいのアパートに住んでて、まあ、築年数も経ってるアパートだったから、まあ、そこもまた虫が出る部屋でね、そこでは一番出る虫は完全に団子虫だったのよ。で、団子虫っていう標準語ではなくて、俺はわらじって呼んでたから、もうまたわらじがっていうことで、そのもうずっとその、で殺したくないから、わらじを取る術をずっと考えてたんだけど、わらじは僕はね、慣れてったの、だんだん。 そう、だから今このナコさんの話聞いてて、わらじは確かに、ダンゴムシだったら、俺も飼えるかなとかって一瞬考えちゃったんだけど、でもやっぱり俺はこの間カメムシの嫌な経験をしてるから、わらじも飼えないな。わらじのことをジーワラって呼んでたけど、俺。<laughs> なんでかその時から業界用語を言うとして、ジーワラ、ジーワラって呼んたんだけど。<laughs> さあ、ここで曲を行きますか。えー、っとー、 10月の21日に僕のあの7枚目のアルバムのパーソナリティっていうのをリリースさせてもらったんだけど、その、えー、期間生産限定版 A っていう方に、あの、僕の今まで10年間リリースしてきた楽曲の中で、ファンの方々が選んでくれたベストセレクト10曲を、今改めて僕が弾き語りしたというものを特典 CD として付けさせてもらったんですよ。その、 特典 CD の中から、これね、あの、多分、ラジオとかで書きさせてもらうのは初めてですね、この特典 CD からの音源を書きさせてもらうの。えー、今年ですね、あの、改めて弾き語りさせてもらった、僕の曲を聴いていただきたいと思います。高橋優、プライド弾き語りバージョン。君ではダメだと言われてしまったか。君じゃない人の方がいいと諦められたか。 そんな言葉を本当だと思うのか。まだやれるのにちくしょうと叫ぶ。山あいにある病院で働いてるんですが、よくケイさんに出会います。 カメムシが多い年は雪が多いよと、えー、脅され、初めて迎える秋田の冬にまた違う恐怖を覚えながら生きています。自分にはユウさんのようなスター性がないので、部屋の中では出会っていないのが唯一の救いのように思えましたというメッセージ。<laughs> えー、リノさんありがとうございます。 あのね、あの、この番組の中だけで言うスター性ってのはもう俺へのいじりでしかないわけで、全然嬉しくないんだけど、あの、確かに、確かに不思議だったのよ。俺の部屋以外にいないのよ、マジで。 なんであんなことになってたのかね。もう次検証するかっていうか、僕はあんまり両親に対して文句を言わない息子でいたいというふうに今36歳で思うんだけどもね。反抗期もあったから今は優しい男でいたいと思うんだけども、今回ばっかりは次あんなにカメムシが出るようだったらもう俺は秋田に帰ってきたくありませんと親に言ってから帰ってきました。<laughs> だってやだもん、本当に。あちょっとね。あのー、カメムシは、匂いがやらんだよな。あのー、 まあいいや東京都で聞いてくれてる秋木。私は昨日久しぶりに J リーグ観戦に行きました。一席ずつ開けて座り、今回は7000人までお客さんを入れるとのことでした。歓声は控え、応援は拍手のみでお願いしますとのことでした。楽しみな気持ちと、久しぶりに人混みに行く不安な気持ちとがありましたが、試合が始まると、その不安な気持ちが楽しみに変わっていくことに気づきました。 ただ、気をつけていても、白熱すると、あーとかわーとか無意識に声が出てしまうものですね。応援していたチームは負けてしまったけど、それでも生で観戦できたことが嬉しくて、いい一日になりました。いやあききさんありがとうございます。そうね。あのー。 いい,いいじゃんって思うけどな <laughs>。その声を出したって <laughs>。ね、なんか、うね、難しいところ。まだ、まだこれを難しいと言わなくてはいけない雰囲気なんだよな。うん、僕個人の意見としては、あの、みんな、その、楽しいって思う風にすればいいと思う。そこでね。あの、 場のムードを壊してしまうようなことはもちろんやっちゃいけない。みんなが楽しむためにすることだから、それは別にコロナ禍じゃなくたってそうだったからね。ムードを壊してしまう、マナーをぶち壊してしまうようなことしちゃダメだけど、自然と出てしまうものを責めるやつなんかいないし、それを責める奴がいるとしたら、それはウイルス以上に恐ろしいものが人に生まれてしまっていることだと僕は思うから、あの、そういうのはどんどんどんど、んなんだろうな。あの、 自分を責めることなく楽しい方向に物事を考えていってほしいなっていうふうにすごく僕は思います。富山,富山県で聞いてくれているつよさん。僕は今高校生で放送部に所属しており、今日は大会がありました。僕はアナウンス部門で出場したんですが、今年はコロナの影響で放送部の大会にも 大きな変化がありました。一つ目は消毒です。アナウンスではマイクを使うので、一人一人読み終わるたびにマイク、机、椅子の消毒をしました。二つ目は他校の発表の干渉です。以前は他校の発表を自由に見ることができ、技術を学ぶための重要な場でしたが、今年は感染防止で見られなくなりました。 休校が終わってからしばらく経ち、少しずつ日常が戻ってきてはいますが、まだまだいつも通りとはいかないことも多くあります。見えないコロナという敵との戦いが一日でも早く終わってほしいですというメッセージ。千代さんありがとうございます。うん。あのー、僕も、そのさっきもちょっとお話しさせてもらったけど、 あの、一時間半くらいのボリュームで、あのー、ワンマンライブというか、その自分だけが歌う感じで配信、生配信っていうのをやらせてもらって、えー、ライブやるけど、アプローチの仕方がやっぱり全然違うんですよね。その、やっぱね、普通のお客さんがいるライブだったらさ、お客さんのリアクションとか表情とかを見ながら、話すこと変えたりとか、あの、なんだろう、こう、ちょっと、ちょっとやっぱなんか、 あの、決めて、ステッドリストとか決めていっても、全然違う内容になるんですよ。お客さんがいるとね。だけど、お客さんがいなくて、まあ、映像で、こう、目の前にカメラマンの方々とかいたりとかすると、やっぱもう、どれだけ作り込めるかっていう勝負になってったりするんだよね、今度ね。その、あとはもう、発信するだけだから。そう。 でも、そう、そんな中でも生みたいなことをどうしてもやりたいなっていうことで、僕が今回まあや,や,やらせてもらったのは途中でタブレット端末見るっていうことだったりとか、そのお客さんの声が、言葉が見れるやつ。ど,どうしてもやっぱその場でしか生まれないものを ちょっとでもやっぱりまぶしたいみたいな。そう。あとは俺がなんか歌詞見せるとかね、その場でしかないこと,と。あの、イントロ中に喋ろうと思ったやつが長すぎて曲とちょっと被ってみたいな。俺のミスはいくつかあったけど。<laughs> なんかね、そういう準備以外のなんかライブに近づけたいなっていうのはあるけど、まあライブをいつかできるようになりたいねって思って終わることも僕はまたいいのかなと思いつつ。えー、もう一つ。長崎市で聴いてくれている銀さん。 私は先日、人間ドックを受けました。えー、剣便もあって、バックに、イうんこを忍ばせ、通勤や通学で人がいっぱいの電車に乗り込み、病院へ行ってきました。私の、えー、両隣に座っている女性たちはもちろん、私がうんこを持っているなんて知らなくて、女性たちにバックが当たるたび、ちょっとドキドキしました。うんこがもたらす背徳感が、背徳感でもちょっと強気になれる不思議な存在感。何言ってんだこの人 <laughs> ずっと、ゆうくんの東京うんこエレジーが頭の中に流れていました。マイクをしていることをいいことにずっと口さんでました。いつかライブでコールレスポンスしたいですというメッセージ。なんかね、実はこの曲が今回最もリクエスト多かったということで、<laughs> もう曲振るために無理やり色々エピソード作ってんじゃないかと思うくらいなんだけど、まあ、ありがたいです。え聴、ー、いていただきましょう。ニューアルバムパーソナリティから高橋東京うんこエレジー。 夜の深夜に生放送送でお送りしてきたサンキュュー・ー・ザ・ミジックもうエンディングですけども最後に僕からのお知らせをさせていただきます、えー、今日いろんな曲かけさせ,けさせてもらいました10月の21日にリリースになりました2年ぶり僕の7枚目のアルバム『パーソナリティ 今発売中でございますぜひとも皆さん手に取って聴いていただけたらすごく嬉しいです15曲収録させていただいて15曲分の一つ一つの思いがすごく強く詰まったアルバムになったなと思っておりますので、えー、今これ聴いていただいているのはパーソナリティという曲なんですけれどもあのアルバムのタイトルと一緒でこうなんか今聴いてくれているあなたと僕の,その個性の中で、ねえー、共鳴できる部分がこのアルバムの中であればいいななんていうふうに思って作らさせてもらいましたぜひ聴いてみてくださいそして この番組一夜限りのスペシャル番組と言いつつ次回の放送が決まっています次回は今年も残り、えー、半月少々となる12月13日日曜日深夜1時30分からメールも引き続き待っています、えー、メール読みましょうか今日もねたくさんのメールを頂い,いておりますので、えー、大阪で聞いてくれてるリーさん 私はさっき話にも出てたアッパホテルの中のレストランで働いてます。ベトナム料理屋です。Go to eat でお安く食べれます。大阪に来た時にはぜひアッパホテルに泊まってベトナム料理を食べに来てください。生春巻き、4、ベトナム式デザートのチェーなどなど、えー、美味しい料理をたくさん用意してます。ホテルの最上階にあるので、えー、大阪市内を一望しながら、いい景色を見ながら料理を堪能してください。 ホテルは最上階にあるってことなのかな夜、夜は夜で夜景が綺麗なのでぜひ食べに来てください。あ、料理屋さんがそのホテルの最上階にあるのね。俺さ、アパホテルのさ、あのベッドの上に置いてある折り鶴ってあれどうすればいいのかってずっと謎のままなんどみんなどうしてる <laughs> あれ持って帰っていいの <laughs> え,え、いやいや,いや、アパホテル泊まったこと、あ、そっか、泊まったことある人じゃないかわかんないと思うんだけど、あれさ、 俺さ、なんか、あの、最初の方はなんか嬉しくて持って帰ってたの、記念に。でも、折り鶴じゃん。な、そうそう、持ち帰ってて、ね、折り紙だからどうしようかなってなって、結局、捨てちゃってるんだけど、<laughs> みんなはどうしてるのかなっていう単純なる疑問です。うん、まあちょっと番組今日もう終わっちゃうんで、あの、次回<に笑>みんな教えていただけたらありがたいですけど、もう一つ、えー、佐賀県鳥栖市で聞いてくれてるメイさん。パーソナリティのリリースから2週間ちょい、毎日毎日聞いてます。特に東京うんこエレジーにはまってしまい、早く歌詞を覚え スムーズにに歌えるように特訓中です仕事から帰る時間はもう真っ暗なので帰りの車の中で人目をはばからずうんこと言いながら帰ってます、まあ、自分が撒いた種なんだけれども一つのラジオ番組中にこんなに何回もうんこって言わされることになるとはってことなんだけどね、うん、なんか別のまあうもいいかこの曲出したしねもう一ついけますか もう一つ、えー、秋田県で聞いてくれてるいちこさん。ニューアルバム毎日出勤の車の中で聞いています。困ったことに6歳の孫が東京うんこエレジーをお気に入りで、うんこの歌かけてーと何度も繰り返しをねだりしては、うんこと連呼してます。私は構わないんですが、母親はちょっと困ってるそうです。<laughs> いいじゃないですかね。うんこはね、誰も傷つけませんから。<laughs> うん。いや僕はあのー、ライブで本当に皆さんの声を、皆さんの声で、 うんこって叫んでくれる日を楽しみに <laughs> していますから <laughs>。コールレスポンスをしたいと思ってますから <laughs>。それでは今月はこの辺で。まだ眠れないという人はこの後も引き続き、高島秀武さんのオールナイト日本月1でお楽しみください。また来月。